お、はい、あー来ましたな、ついに。今回ユリーと旦那か、また意外な。お、もうそうなのか。ありがとうございます。店長の数やばいんだよな今。え、何個になってんだろう店長。うっす。あ、かぶっちゃってる。呼ばれているようだわ。刑事に戻らないと。100個ぐらいになるな。結構もそうだよな、新案クエストこなしてあれだからな、だいぶ。よし、行きましょうか。夜空をうがつ摩天楼、巨色のきらめきを放つ町の明かり、闇を拒む町の中を男が一人さまよっている。旦那。崩壊する広場から逃げて迷い込んだ謎の都市、不可解な状況の連続だが。え、ここってマリーとかの。男が案じること、それは最愛の妻の行方だけだった。ん？ノイズに霞む街を見て男は直感的に理解する。この街は仮想空間の中にある虚構の世界であると。見覚えのある黒衣の少女が道にうずくまっている。少女と同じ姿をした巨像が3つ、彼女を取り囲むように実体化する。あ、ガンズ。怪我はないか。怪我？ああ、心配いらない。お前もここにいたのか。ああ、あの広場の扉を抜けて妻を探していたらここに。なぜ自分自身に襲われているのか。ここはもう壊れている。その影響だろう。
今度は何だ。ここは刑事と呼ばれている。調査によるとそう記録が残っていた。調査なら妻の所在もわからないだろうか。格好が私に似ているんだ。いや、そうか。この先を探す。なるほど、意外な組み合わせだな。私も探し物がある。向かう方向は同じだ。奇妙な建造物だな。現実の世界ではないのか。ああ、刑事は膨大なデータを管理するための仮想空間らしい。データ?何の?人類の歴史だ。だがそれも刑事もろとも何者かに壊され始めているようだ。うん、各省ごとに色があるのか。この異様な景色も刑事が壊されている影響か。この空間が現実でないなら私たちも記録されたデータに過ぎないのか。だとしたらお前は妻とやらを探すことを諦めるのか。いや、やるべきことは変わらない。いいね、これは弱点だな。うむ、罪と罰。鳥かごの中に広がるのは先ほどと同じ無機質な夜の街。男は妻の姿を求め走り続ける。不意に発生したノイズを抜けた先、そこには花と戦う囚人たち。男が存在した世界もまた記録として保管されていた。記録に干渉できないと理解すると男は歯がみしながらも先へ進む。道具のように戦わされ尊厳なく死んでゆく囚人たち。彼らは花と戦うために作られた人間のクローンに過ぎなかった。再びノイズを抜けた二人、そこにはエラーと呼ばれる囚人たちがいた。彼らは自分たちを管理する軍や上官に抵抗するため協力し合っていた。エラー。
黒衣の少女はエラーたちに嫌悪の眼差しを向ける。彼らは花を倒すために作られた。それでも組織への反抗心を持つ。不完全さを憎む彼女はそんな彼らを許せなかった。目の前に映されたのは男とその妻の最後の記録。暴走した妻を守ることができなかった。それが男の後悔だった。突如姿を現した白衣の少女は黒衣の少女を前に身構えた。こうなるよな。ゴリゴリ減ったの。私は妻を。しっかりしろ。あれはあくまでも過去の記録だ。先か。妻はこの先に。マディは一緒にならないのか。作られた AI だ。記録が壊されたことでマリーは暴走しているようだった。なら協力して先へ進む。彼女も救えるかもしれない。あ、これがそうなんか。はい。お前はなぜ上官に逆らいエラーになった？
彼女と自由に生きるためだ。ふん。召喚か。行き止まり。いや、この装置。やはりワープ装置か。似たようなものを扱ったことがある。これほどの仮想空間を作るとは。やるな。なんだあれ、模様が詰まった。これも何かの装置。いかにも怪しいが、踏んでみるしかないだろう。反重力装置とは。どう見ていいんだこれは。あ、こっちか。難しいんだよな、これ方向して。逆か。あ、横とかもあんの。仮想空間なら何でもありか。いけんのかな。無理、そらそうだ。これは。怪我はないか。ああ。どうした。いや、私は本来実体がないんだ。それがこう何度も怪我の有無を心配されるとはな。すまない、私が考えなしに装置を起動してしまったせいで。気にするな、道も開けたようだしな。意外と相性は良さそうなのかもな。行こう。次は一体何を見せられるんだ。怖いのか。いや、妻を探さずここでじっと待つ方がもっと恐ろしい。幾度となく繰り返す戦い、二人は地獄絵図の中を進んでいく。妻を探すため、そして暴走する少女を止めるために。突如
視界に広がったのは血と硝煙の匂い漂う暗き戦場。血と硝煙、戦場ってことはラルスとグリフの周囲に並ぶ力尽きた兵士たち。彼らは実体のない虚像に過ぎない。そうと分かっていても男は胸を痛めずにはいられない。黒衣の少女の目には兵士たちが不完全な存在として映る。しかし誰かを守るために生じる意志の力、二人はその強さを垣間見た。何かに包まれ浮いている青年、それは囚われているようでもあり守られているようにも見える。グリフか。青年はうつろな瞳で立ち上がる。彼は少女を見るなり戦闘の構えを取る。しかし嫁はん？デザインがなんか君に銃を向けていたようだが、暴走したマリーの仲間か。さあ、見当もつかないな。とにかく先へ進もう。これはなんだ。なんでもないのかな。ああ、何も出ねえな。そう。翼の生えた石像？どこかへ飛んでいけるかもしれないな。
ここは。先へ進むぞ。あれは？あ、スキップチケット。紙切れのようだ。誰かの落とし物か。取っておけ。何か手がかりになるかもしれない。図書館？本がすごいな。これはママたちの仕事。生まれつき足が不自由な弟の助けとなり得るかもしれない。男にとっては弟への愛情から始めた研究だった。義肢改造、四肢の一部を機械に置き換え、まるで自分の体であるかのように制御する技術。目覚ましい成果が得られた研究は次第に注目を集め、気がつけば男は国の研究機関にスカウトされた。無垢だった彼は研究がさらに多くの人の助けとなると信じ、二つ返事で誘いを受ける。だが男は後悔していた。血の滲むような思いを重ねて生んだ我が子のような研究、それが多くの人を苦しめる火種となってしまったことを。だからこそ今度は戦争を止め、皆を救うために動かなければ。男は暴走した被験者によって裂かれた腹を手で押さえながら天を仰いで一人そう願うのだった。これはフレンのあれなのかな。こんなに分厚い本があるとは。妻ならはしゃぐかもしれない。あ、同じか。はしごかな、格子。あれ、これじゃないのか。図書館。先ほどまでの建物とは少し趣が異なるな。新BGM。すごいな。あ。まさかこれほど多くの本が。進んじった。あー、ニヤっぽい。行こう。左側にも何かあった。町の外れにある古びた遺跡を裕福な男が散歩している。そこで彼は今にも生き絶えそうなヤギの民の少女を見つけた。男は気まぐれにパンを差し出した。内心では少女を笑いながら、しかし彼女は力なく首を横に振り、パンを受け取らなかった。ならばと金貨を差し出すが、彼女はそれも受け取らない。男は苛立った。金も地位もある自分は全てを持っているはず。ヤギの民ごときが望むものなど何でも用意できるはずだ。彼は語気を荒くして少女に尋ねた。欲しいものは何だと。私が欲しいのはね、
一緒にいてくれる。そこで彼女の言葉は途切れた。彼女はもう死んでいた。その夜、男は夢を見た。目の前に恐ろしい怪物が立っている。怪物は殺気を放ちながら男に、欲しいものは何だと尋ねた。男は命乞いをする。命さえあれば何もいらないと。そして怪物は男の身を切り裂いた。男の中身は空っぽだった。これはあの二人、妻を探す手がかりはないか。本に何か挟まって。スキップチケットありがとうございます。これはしおり？いや、さっきの紙切れと同じものだ。何者かがここへ持ち込んだか。データ空間上に本とは皮肉なものだな。確かに。遠くの戦場で上がる照明弾が夜の兵営を照らした。草原に談笑する兵隊たちの影が浮かび上がる。彼らは戦争が終わったら何をしたいかという話をしていた。家族に会いたい、恋人に会いたい、学校へ行きたい。そんな風に夢を語る彼らの前を隊長が通りかかった。彼らは隊長にも同じことを尋ねた。この戦争が終わったら何をしたいかと。他の戦場に行くよと彼は何もないかのように答えた。彼の居場所はもう戦場にしかないのだ。かつて失った仲間たち、あの二度と戻らない仲間たちのために、彼は永遠に戦場に立ち続けるつもりだ。償えない罪は償い続けるしかないのだから。砲撃の音が近づいてくる。朝が来ればきっとここも戦場になる。そして兵士たちは殺し合い、また多くの過ちが起こるだろう。もう戻れないところまで来ていた。この戦争も彼の心も。なる。この本に記された戦争、先ほど見た世界と少し似ているようだ。どうだかな。戦争なんて何度も繰り返されているだろう。それもそうか。さっき一個見逃したやつ、ごめんなさい。ちょっと取り戻るか。やっぱ、さよならさよなら。閑散とした森の中、繰り返される別れの言葉が聞こえてくる。白髪の少女は草木をかき分けて声の方へと近づいていく。丸みを帯びた胴体から生えた短い手足、生命の形を模した機械が穴を掘っているのを見えた。傍らにあるのはそれと同じ姿をした機械の残骸。どうやら壊れた仲間を土に埋めようとしているらしい。少女には機械についての知識があった。彼女はふと提案してみる。あなたの仲間を直してあげたいと。しかし穴を掘る機械はその手を止めず、ただぽつりとつぶやいた。命一つだけ。そして少女は壊れた機械の傍らに備えられた花を見つめた。胸に込み上げる感情が何なのかわからないまま。さまざまな世界、時代。なるほど。これは何のあれなんだ。リミスなのか。
よし、行こう。ん？ここにも。薄暗い小さな研究室の中、女は人類が求め続けた答えを見つけた。この実験の成果を利用すれば花を倒すことができる。長きにわたる戦いに終止符を打つことができるのだ。けれど女の心に芽生えた感情は喜びではなかった。この実験が成功すれば私はもう二度とあの人に会えない。花を根絶やしにすること。それは花と戦うクローンの兵士たちから存在意義を奪うこと。つまり花が絶滅した未来にクローンの兵士である女、そして最愛の夫の居場所はないのだ。そして女は実験の成果を削除した。彼女は選択したのだ。花の滅びた平和の世界ではなく、夫と共に花と戦い続ける世界。突起事項、分岐に関する報告。これより先に未来はない。よってこの分岐はここで閉鎖する。あ、これか。花。なるほど、そんな未来も。なんだあれ。図書館に囚われた人形。なるほど、我々と同じか。あ、あれは死のアリスなのか。ようこそ最悪の世界へ。ここは現実と妄想の狭間の世界。物語と言葉が支配する空間と思ったんですが、ん？何かおかしいですね。キャー！緊急事態、緊急事態。あれが潜んでいたようです。せめてすぐにガチャを引かせておくべきでしたね。でも何度殺されても、何度失敗してもやり直してみせましょう。そして必ずサービスの開始。これはめたい感じですね。退屈な内容だな。まあ いろんな本があるな。ふわってな。学者の庭、魔法使いの卵である生徒たちが教師の講義を聞いている。そこにはくせ毛の女の子とメガネの少女の姿があった。幅の間に張り巡らされた巣の中央でじっとしている雲。教師は生徒たちの前で魔法を使い、それを美しい蝶に変えてみせた。蝶は極彩色の羽をひらめかせて飛び回ったかと思うと、かつて住んでいた蜘蛛の巣に引っかかり囚われてしまった。蝶を蜘蛛に戻してあげてほしい。くせ毛の少女はそう言ったが、教師は首を横に振った。姿を変えた生き物が元に戻る術はない。一度変わったものを元に戻せないなんて怖い。くせ毛の少女は隣に佇むメガネの少女にそんなことを伝えた。けれどメガネの少女は珍しくくせ毛の少女に同意を示さなかった。一瞬だけでも飛べたこと、あの雲は幸せだったかも。そう言った彼女はただ蝶を見つめ続けていた。銀糸の中でもがく蝶、それはやがて動かなくなった。なんか好きな話だな。この本、確かどこかで。ふん。
あ、なんかすごい封鎖されているな。何か手はないだろうか。待っていろ。解除は可能だが、演算に時間がかかりそうだな。どのくらいかかる？正確な時間は測れないが、膨大な時間がかかることは確かだ。今は一刻も惜しい。なんとかならないか。まあ待て、アクセス時に何か要求があるようだ。ああ、なるほど、そういう感じなんだ。だからいっぱい。なるほど、この紙切れは演算の高速化を可能にするためのものだったのか。この仕掛けを突破するために何者かが用意したのだろうか。まあともかく、これで封鎖は解除された。先に進もう。実際1枚減ってるんだろうな。へえ、面白いね。あれ、あ、出た。はい、本棚が並ぶ。刑事の真相。この曲やっぱそうなのか。お前たち、肩を寄せて眠るように佇む二人の女性。髪型は違うが、その顔はうり二つ。彼女らは双子のようだった。ふと男たちは双子の傍らにある一冊の本に気がつく。白の書？いや違うか。目の前に広がったのは、かつて男が実の息子を失った地。ん？突如走り出した黒衣の少女を男は動揺しながらも追いかける。記録によって再現された風景は、男に刷り込まれた偽の記憶だった。大勢の囚人たちが正気を失い宙に浮かんでいる。男はその中心に妻の姿を見つけた。
白衣の少女は語る。黒衣の少女が刑事のデータを食い尽くそうとしていると。白衣の少女はそれを止め、人類の記録を守ろうとしていると。それはおぞましいほどに醜い人類の記録、不完全の連続で構成された過ちばかりの歴史。最後に見たのは彼女自身の結末、完全を手にした後に訪れた不完全な彼女の姿。閃光で二人の視界が奪われる。にじり寄る足音にどうすることもできない。その時聞き覚えのある声が聞こえた。あの軍人の青年の言葉だ。彼は身を挺するように二人の前に立って叫ぶ。もしも自分が帰らなければ軍服を着た少年を助けてほしいと。どうなっちまうんだこの二人。利用されていたのか。無理もありません。こんな状況ですから。私があなたでも騙されていたでしょう。ああ、
ママ。ここまであなたたちを助けられなくてごめんなさい。国威の少女ユリーに通信を妨害されていたの。あの子とあなたのパートナー F66X はここを進んだ先にいるようだわ。さっき待っていてくれ。うん、白い。繋がってなくね、こっち。一応何かないね。うん、新しい曲。ごめんなさい。なぜ君が謝る。彼女が完全さに執着するのはそもそも私が失敗したせいですから。ならその過去を取り戻しに行こう。失敗ね。してやれなかった。今度は私が彼女を。この中にあなたのパートナーと暴走したユリーが待っているわ。行こう。妻を二人を助けるために。はい。グリフどうなっちゃったんだろう。国威の少女の暴走が生んだ様々な時代を継ぎはぎした世界。それぞれの大切な人を救うため二人は先へと進んでいく。二人の目に映し出されるのは記録された人類の歴史。それは国威の少女が不完全であると拒絶した愚かな悲劇の繰り返し。うん、懐かしいな、いろいろ。
記憶の世界の最奥、その中で一人刻印の少女は苦しんでいた。彼女が取り込んだ人類の歴史、その不完全さを拒絶して。最愛の妻との再会、しかし彼女は自我を奪われているようだった。かつて二人が迎えた最後と同じように。相性を最…あ、今関係ないですうん、男は彼女の壊れた自我を取り戻せずにいた。でもまあ多分この人だったらこっちかな。白衣の少女は凛とした声で男に訴える。強い意志と祈りの力、それが閉ざされた選択肢を開くのだと。少女の声に背を押され、男は決意と共に叫ぶ。君を絶対に助ける。黒衣の少女は問う。どうして不完全な自らを助けるのかと。強い意志、それは不完全でありながらも力を持つ術。思えばこの旅路で出会った人々皆が強い意志を持っていた。
とえ不完全のままでもお前よりも優れた存在でありたい。それが私の意志だ。あなたの意志は分かった。それでも私は諦めない。なるほど。真面目すぎるから頑張りすぎちゃったんだね。彼女は眠ってるのか。ええ、二人ともデータを浄化すれば助かるはず。二人の暴走は刑事にあだなす元凶の影響によるもの。繰り返さないためにもその元凶を倒す必要があるわ。世界が壊されようとしているのか。あなたたちには追っていろいろと説明しなきゃね。はい、いろいろ教えてください。それからあの時私たちを助けてくれた軍人の男性のことについても。3つも4つもあなたと生きる。くぅ。刑事の果てに到達したようね。またしばらくここで待つことにしましょうか。いやー、というわけで今回はこういう感じになったんですけれども、よかったっすね。まあマリーとユリーっていうのは、まあ、分身みたいなもんだから、あの二人が和解できたら激アツっすね、そしてグリフはどうなったのか。ラルスとかもねちょっと見かけたりとかもあったんで。そしてやっぱりディミスがあの後どうなったのかっていうところもやっぱ気になる。あとはどうなんだろうね。ヒナとユズキとかは出てくるのかな。まあその辺も含めてちょっと今後も気になる感じなんで、待ち遠しいですね次が。といったところで今回は終わりたいと思います。お疲れ様でした。